西大宮バイパスは国道16号の埼玉県埼玉市内におけるバイパス道路である。一部区間が高速道路並みの高規格設計の高架橋で建設され、上江橋と国道17号新大宮バイパス及び上尾道路の宮前 IC を結ぶ。地上区間は 1.83km、高架橋区間は 1.87km で、総距離は 3.70km。 全線4車線の道路で一部高架橋区間がある。西大宮バイパスは、新大宮バイパス、上尾道路の宮前 IC から分岐するような形になっており、新大宮バイパスとは、内回りは3車線の中央から分岐し、外回りは3車線の外側から合流する。地上区間の中央分離帯と歩道には、緑地帯が設けられている。高架橋区間は、全区間にわたって、 速道と防音壁が設置されている折、高架下に水路が流れている。また、高架橋区間は高速道路並みの高規格設計で、開通当初から通行料は無料となっている。事業開始年度は1969年、都市計画決定は1971年12月10日で、実際に工事が始まったのは、東大宮バイパスの開通後である。東大宮バイパス開通後、 国道16号の大宮市内は新大宮ワイパスと一部共用とされ、三橋交差点までが共用区間とされた。その先の上橋手前、JR 川越線付近までは埼玉県の管理区間に降格された。この区間は交通渋滞が生じていた区間であるが、渋滞を避けるため、ドライバーの中には抜け道を走る者も,も少なくなく、生活道路も車で溢れていた。特に、 新大宮バイパスの日清南交差点から西方面の市道は同区間とほぼ並行して上江橋方面へ行けるため同じように連日渋滞が生じていた。西大宮バイパスは当時暫定に車線だった上江橋の増設とも一体で事業が進められたが高架橋区間の建設に10年以上を要している。なお高架橋区間は1997年春に完成した。また、 新大宮バイパスとのジャンクションとなる宮前 IC の建設工事は1995年から開始された。その当時、国道16号は川越バイパスの終点から大宮方面は2車線であったが、この区間の川越拡幅と呼ばれる拡張事業は1997年から開始された。上江橋の4車線化は1997年8月20日に完成している。 川越拡幅は1998年6月19日に完成、西大宮バイパスも約4ヶ月後の1998年10月12日に開通した。なお、当日午前中は開通式、共用開始は午後からであった。開通後は国道17号との共用区間は新大宮、バイパスの起点になる吉野町 IC 宮前 IC 間とされた。 平日24時間交通量、川越バイパス西大宮バイパスマイナス新大宮、バイパス西大宮バイパス開通後は県道に降格。ありがとうございます。